どうも、岩井です。ハードオフでジャンクのギターアンプを買ってきました。グヤトーンの H&M モデル30っていうアンプで、プリ部分が真空管で、パワーアンプ部分はソリッドの 30W のコンボアンプです。ハードオフの札には音出ました、真空管切れていますって書いてあったんで、とりあえず真空管を交換してチェックしてみましょう。12X7 の真空管を入れてみたいと思います。なんか表示の部分は削れて剥がれちゃってるんで、ブランドとかまでは分かんないんですけど、とりあえず入れてみましょう。はい、ではサウンドチェックしていきましょう。使うギターは1963年製のジャガーです。一応聞いてますね。トレブルはプッシュプルでブーストができるみたいですね。トレブルノブちょっとガリがあります。ゲインもプッシュプルでゲインチャンネルを切り替えれるみたいな感じですかね。ゲインもフルした時にちょっとガリが入りますね。アウトのジャックがちょっとガリがひどいですね。では分解してポットとかジャックとかクリーニングしていきましょう。接点復活剤でとりあえず直してみて、それで直らなかったらポットを注文して交換って感じですね。やっていきましょう。まず分解するときは先に真空管を外しておきましょう。割れたりしたら危ないんでね。もちろん電源もコンセントも抜いておきましょう。
今回使う接点復活剤は、このまあ楽器屋さんとかに売ってる緑色の缶のやつですね。強力コーポレーションのこれです。なんか556とか使う方いるんですけど、556はちょっとね、接点復活剤に使うには油の粘度が高すぎて、後々ホコリが溜まりやすくなっちゃったりするんで、あんまりおすすめしないですね。できればこれがいいかなと思います。手に入りやすくて、まあコストパフォーマンスというか使い勝手というか、接点復活剤として質がいいので手に入りやすいのは僕はこれかなと思いますね。でこのポットの接点復活のやり方なんですけど、時々この軸のところからこう吹きつける人がいるんですけど、まあ浸透しないことはないんでしょうけど、あんまりこう接点復活に役立つほど中に浸透はしないかなと思うので、多分あんまり意味ないと思うんですよね。なので必ずこうやって分解して、この分かりますかね、ここから3本ポットから足が出てるんですけど、そのここに隙間があるので、ここから注入してやって回すっていう感じですね。と僕がいつも接点復活でやるときは、このその隙間から入れてやって、でつまみをぐりぐり回してやって、でもう一回入れてもう一回回すっていうやり方で僕はいつもやってます。まあ、これでガリが取れなかったらポット交換って感じですね。って感じで全部のポットにやっていきましょう。で次はジャックの接点復活なんですけど、僕はよく綿棒を使いますね。復活剤を綿棒にぶっかけてやって、これで中をきれいに掃除してやるって感じですね。わかりますかね、結構茶色くなってるのがわかるでしょうか。これはジャックを抜いたり刺したりするときに、まあ、ジャックの端子だったりとか、プラグだったりとかが摩擦でちょっと削れて粉になるんですね。でその粉が錆びてこうやって茶色い色になるっていうことですね。その錆びは電気の伝導率悪いので、それが邪魔になってガリを引き起こしたりだとか、接点不良を引き起こすっていうメカニズムになってます。で次こういう金属のジャックの方なんですけど、これはですね、この一番手前の輪っかを外側をこうやってきれいに拭いてやって、それプラス中にあるホットの端子も磨いてやる必要があります。こういう感じですね。まあ、特に空拭きとかしてやる必要はないです。接点復活剤がなんで接点復活するかっていうと、これってまあ、言ってしまったら油なんですよね。で、すごく粘度の低い油を中に塗布してやることによって油膜を作ってやることで、まあ、錆を防ぐというのが一つと、まあ、油膜なんで
油って電気通さんやんけって思うかもしれないんですけど、まあ、ジャックを差し込んで接点を作ってしまえばそこから導通はするので、でだからこう油膜が薄い油がいいっていうことですね。ちょっとやってみればわかるんですけど、ここに556も持ってるんですけど、556を指に少量取りまして、でこう擦るんですよね。この時の感覚というか、なんかすごいこう油の膜が指にできてんなっていう感じがするんですよ。でも接点復活剤だと、よいしょ、パーツクリーナーで指出ししました。この接点復活剤を使うと、なんか556よりテカってないの分かりますかね。で手触りとしても結構サラサラなんですよね。でこういう油が接点復活剤にはいいっていうことなんですね。まあ、なんかこれどうなんやろうって思ったら、指に拭いてこうやってこすって試してみてください。これで接点復活剤の品質はほぼ分かってしまうので、あと556じゃなくてこのクレイが出してる接点復活剤で556じゃなくて553やったかな、なんかあるんですけど、水色の缶のやつがあるんですけど、それもねぶっちゃけあんま556とこれをやった結果あんま変わんないんで、まあ、やっぱ僕はこの強力コーポレーションの緑の缶を押していく感じですね。まあ、回しもんでも何でもないんですけど、これが一番いいと思います。このアンプの説明なんですけど、スピーカーアウトが8オームのスピーカーアウトのジャックがこっちについてて、でこっちにミッドナイトジャックって書いてあるんですよね。ミッドナイトジャックってなんか名前すげえかっこいいんですけど、これが何かっていうと、こっちにスピーカーを挿すと音量がすごくちっちゃくなるんですよ。だからボリューム上げて歪ませて音量を下げるのってちょっと真空管では難しいので、そういう時にこっちのジャックを使って、まあ、家で練習する時には使い勝手いいよっていうやつで、結構古いアンプなんですけど、まあ、日本の家庭事情にすごく配慮されたいいアンプですね。で全部のジャックを洗い終わった綿棒がもうこんな茶色い汚い感じになるんで、まあ、やっぱりこういうメンテナンスっていうのは定期的にした方がいいですね。じゃあ組み戻していきましょう。はい、完成しましたって言っても、まあ、見栄えは全く変わってないんで、見たところ別にね面白いもんではないですけど、まあ、とりあえずチェックしてみましょう。
トレブルのガリもなくなりましたね。あ、若干残ってますね。あの、こういう時はこうグリグリやって潤滑剤をなじませれば治りましたね。原因もグリグリやったら馴染みましたね。メンテナンス完了って感じですね。今後なんですけど、このアンプ 30W で、3バンドイコライザーでリバーブがついて、ゲインボリュームマスターと分かれてて、でセンド&リターンもあって、ゲインもフットスイッチで切り替えれてっていう、僕にとってはかなり理想的な仕様のアンプなので、これを中身のこの上の部分だけ取り出して筐体作ってヘッドアンプにしちゃっても面白いかなと思って、そんなことも企んでますんで、またそんな動画も作るかもしれません。ということでありがとうございました。岩井でした。